こんにちは、大山です。えー、今日も勝手に漫画を紹介するのコーナー。こちらです。ハイスコアがある。あの、まあ、あ訴訟問題とかで、いろいろと、あの、有名になった作品ではありますけれども、いや、中身ものすごい面白いですよ。あの、学芸をやってれば特にすごくわかるかなと思うんですけど、あの、ガイルさんとかよく出てきます。<laughs> それがちゃんと巨諾を取ってるのかどうかっていうのは、まあ、ああの、まあ、あ だろうカプコンさんとは揉めてないので大丈夫かと思うんですけどもあのものすごくですねコアなあなんか押し切れんすさん結構あの何でしょうね割とダーク押し切りみたいな感じであの逆にそっちの方の漫画ばっかりたくさん読んでたんですけれども何気にこういうギャグだったりとか格ゲーってすごく押し切りさん好きなんだなっていうのが分かった え、作品でもあります。で、まあ、あの、内容としてはこの、この子ですね。こう、クラスの、なんでしょうね。こう、クラスの高根の花。で、えー、めちゃくちゃ可愛くって勉強もできてお嬢様なんだけれども、実は、ものすごい芸ンに通っていて、主人公のこの子より格ゲーが上手かったっていう事実から、あの、だんだん気になってくるっていう話なんですけれども、その、んでしょうね。 まだ恋愛未満。一緒にホテルとか泊まるんですけど、まあ、この子が、あの、なんでしょう。家出したりとかした時に、ホテルとか泊まるんですけど、何もしない <laughs> で。もう基本的にピュアだし、格ゲーっていうところのつながりしかない二人。この二人が、まあ、お互いちょっと若干気になっている感じの描写とかもありつつ、今後どうなっていくのか、その、 あの何でしょうね家のことお嬢様なんできちんとしなきゃいけないとかってこともあるんですけれどもそれをどう乗り越えて、えー、2人が心を通わせていくのかそれから格ゲーはどうなっていくのか ゲーム業界は、みたいなところも全部絡めてすっごく面白いので、えー、今、あの、まあ、やっぱり訴訟の関係で、えー、連載止まってしまっているんですけれども、ものすごく続きが気になる一冊です。もう皆さんにもですね、一緒に続きが気になるって言いながら、うわー、早く出てくれっていう苦しみを味わってほしいなと。<laughs> 性格悪い <laughs>。思って、えー、ご紹介しました。ぜひ見ていてください。よろしくお願いします。